違う。私は限りなく完璧に近い生物だ。お前は私が言うことを否定するのか。たかが柱、それを始末したから何だというのか。113年ぶりに上弦を殺されて、私は不快の絶頂だ。マリス軍特殊部隊、ホワイトナッツの張り切りボーイ、チェンジェだ。わーははは、ヒーローは死なず。やってくれんじゃないの。じゃあ、行きますね。はい、そんな連中だ。運転変われよ、タモツ。しっかり捕まってろよ、タモツ。何人たりとも俺の前は走らせねえ。北の人食い狼と異名を取るフェンリルの恐ろしさ、その五体でたっぷり味わうがいい。アハハハ、正直な人間など信じるから俺のように裏切られるのだ。俺が信じられるのはこいつら狼だけだ。キング、死ぬまでお前と一緒だ。離れはしないぞ。俺の守護神は仏母大クジャク明王、あらゆる悪を滅ぼす神、コインに全てをかける。弱き心につけいる邪悪が俺の敵なのだ。なぜだ、僕はこれを操縦したことがある。いつか、そんなはずないのに。僕はその人を殺してしまうかもしれない。できないよ、僕には。この俺を誰だと思っているのだ。俺は木原雅樹。天空かい？なんだよそれ。まさか宇宙だなんて言うんじゃないだろうな。オンシュラソワカ、シュラをシュラと。ガイノバカ野郎。恨み事は言わない。これが俺たちの宿命ならば。だがシワ、これだけは言っておく。貴様は敗北者だ。おお、まさしくシャンプー。失礼したな。わらはシャンプーの婿になる男なのじゃ。何言ってるか。聞け、早乙女ランマ。オラは己の攻略法を思いついたのだ。久しぶりですね、猪熊柔原さん。私、日刊エブリースポーツの松田です。君のパンチラ巴投げシーンをスクープした松田です。早く行かないと、柔原さん。柔原さんの試合が終わっちまう。頑張れ柔原さん。いつものズバンと一発をお見舞いしてやれ。どうだいじゃん、調子は。そりゃよかった。余った耐熱板の切れ端でも役に立つもんだな。いやだ、俺はまだ死にたくない。俺にはまだやりたいことが残ってるんだ。俺にはまだ。当然ギャラに見合う働きはしますよ。それがプロってもんでしょ。絶対アクセルを緩めるんじゃねえぞ。一台だって前には出させやしねえからよ。なめんなよ。死んでこい、グーデリア。いや、久しぶり。どうして僕の名前を？それなら僕にも考えがある。予告ターゲットだ。差し入れの握り飯を食べた。うまかったよ。玉といい、あざといい、これは偶然とは思えないな。どうした、ソスケ。きれい。切り抜けた。人呼んで滝沢昇だ。もう一度この子をかけて俺と勝負だ。俺を見くびってもらっちゃ困るぜ。俺はすでに昨日までの俺とは俺が違うんでね。貴様、国前。日本はもう大丈夫じゃ。わしには子供の頃からの夢があるんじゃ。中岡、大丈夫か。もういかん。えらい早かったやか。今度は俺のクラスに編入してくる女子やと。それも東京の子やぞ。さっき担任の小杉に頼まれて俺が校内を案内してきた。霧丸をほっとくとどんな変なアルバイトするかわからないからな。霧丸、俺たちも帰ろうか。ああじゃないだろう。乱太郎たちはとっくにノブシたちのお宝を見つけたぞ。違う、そんなことじゃない。いいか、忍者はいかなる状況の変化にもうろたえることなく対応していかなくちゃいけないんだ。わかったか。こちらデュオ、メインモーター破壊任務終了。あとは撤収時切って切って切りまくる。死ぬぜ、
俺の姿を見た者はみんな死んじまうぞ。まったく、どうしてこんな奴を助けちまったのかな。俺がお前だったらその暗い性格戻ってとっくの昔に人間やめてるぜ。こんにちは、アンジェリーク。ああ、大丈夫ですか。しかし、ずいぶん広い範囲にわたって読むんですね。やかましいわ。もう少しで着くだろう。歩けバカタル。これはただの拳銃じゃない、妖怪退治用の奨励銃。これだけ身内が殺されてもそんなこと言えるのかよ。そんなに神に近づきたかったら死んじまえ。面白くなさそうだな、イザーク。自分もあの中に飛んで行って戦いたいかね。銃を撃ち合うばかりが戦争ではないのだよ。ここでこうして貴様と戦えるとはな。私も嬉しいよ。そろそろほどいてくれへんかな。勘弁してえな。ワイが山菜州に入ったわ、つい最近なんやから。こっちに着くことにするわ。ダメダメ、これは学校卒業して一人前と認められた証だからな。お前は明日。ナルト、ちょっとこっちに来い。お前に渡したいもんがある。卒業おめでとう。笑わせるな。ポセイドンを利用してアテナは愚か、地上の罪もない人々を散々苦しめたお前など誰が認めるか。ならば喰らえ、神父の衝撃、スカーレット・ミードン。ザコから聞き出した情報は本当だったよ。何の真似だ。神アテナを裏切ったというのか。早々に手を打たねば取り返しのつかぬことになるのでは。サンクチュアリはまだ動かないのか。芽吹いてしまった種は枯らねばならん。副隊長の芝海炎だ、よろしくね。そんなもんお前決まってんじゃねえか。戦って守るためだろう。もうじき死ぬな、お前の仲間。芝海炎の体で帰ってきたやつをその体ごと食って手に入れた力だ。風邪ではないようですね。昨日のお祭りではしゃぎすぎましたか。さとこちゃんの笑顔を見てるとなんだか心が洗われる気がしませんね。彼女がもっと大きくなったら求婚しようと思ってます。俺は好きでこんな人さらい家業をやってんじゃねえんだよ。めでてえ日だ今日は。ありがてえ、神様ってのはいるんだな。そしてオラは言う、オラそんなやつすらねえよ。海賊ですらねえ、ヌラベッチャー。最近お前の血しょっぱいぞ。少し調子に乗ってるんじゃないか。お前の体調変化はすぐわかる。体重から体脂肪までな。肉体改造部に何の用だ。ここは貴様らのような輩の来るべき場所ではない。あいにくだが今は下半身強化月間でな。スクワットで忙しいんだ。あいや、アウチケンジ殿、なかなかにおやりになる。どうやら決心の時は近いようですな。いやーれ、我こそは名探偵にして怪人。じきに有罪判決がそれを裏付けましょうぞ。我が華麗なる計画の幕は切って落とされた。わかる気がします。あなたも輝いて死にたいからこそ戦うんだ。入ってくる。生きててよかった。ゲゲロウじゃよ、そこの男にはそう呼ばれておる。じゃが変化を望まず恐れて潰そうとする者もおる。そのせめぎ合いで時代は紡がれてゆくのじゃよ。あんた、この者と会ったことがあるのか。この者は我が妻なのじゃ。落ち着け、ゲゲロウ。どこじゃ、どこにおる。我が子が生まれる世界じゃ、わしがやらねばならん。また会おう、はよ行け。この映画を見るのに際して面白いポイントをね、2つ挙げてくれたんですよ。目玉親父の野沢雅子さんが別な役でね、金役で一言なんか喋ってらっしゃるっておっしゃっていたんですね。で、私行きました、あの後劇場に見に。もう目を皿のようにして、耳をダンボのようにして夢中になって見ていたんですけど、全く分かりませんでした。
お互い心の中にすんごい傷を抱えている。でもその痛みに対して2人とも絶対に負けないよという強い信念も同時に持っていて、実は最初から似た者同士だったんだと、なんかいうような考えを私はやりながら思っていました。はい。